私が宇宙服を着ている時間はない。そう、やらなければならないことがある。お父様。この AI データだけは失うわけ。イブ、こっちに来なさい。私が宇宙服を着ている時間はない。それよりもやらなければならないことがある。お父様。この AI データだけは失うわけにはいかない。こっちに来なさい。何を恐れるのですか。何をですか。君はいずれ理解できる。私が救えなかった。お父さん。次の作業に取り掛かりましょう。店の前のお客様は今日も来てくださいますでしょうか。楽しみです。帰りたい。なんで急に引っ越しなんてしちゃうかな。しかも田舎。そんなこと言ったって、東京より全然古臭いじゃん。ねえ、パパの給料じゃそうだよね。早くお家行こう。荷物持つの疲れるよ。お、待ってたぜ。久々だな、お嬢。時間がない。今日から仕事なんだ。急いでくれ。はい。覚えた。じゃあな。あいつに挨拶くらい。って、もういねえのか。本日より赴任した兄堂とクレムです。しばらくお世話になります。これでも人事 AI が弾き出した最高峰の人材2人ですから、お手を煩わせることはしませんよね。ねえ、クレノ刑事。うっせえ。色眼鏡で見られるわね、お互い。
腹減った。ご案内いたしましょうか。はい、何やら広場を右往左往とお困りのようでしたので、お手伝いできればと。コス、いえ、私はそこの教会で勤めさせていただいているのです。それで何がお困りでしょう。話にならなくて結構。いかがでしょう、場所によっては案内ができるかもしれないですが、私にご案内させていただけませんか。何箇所かありますが、どちらのスーパーでしょうか。まあ奇遇ですね。実は私も今日引っ越してきたばかりなんです。もともと住んでいたのがこの都市の郊外の辺りだったので、ある程度地理には疎いのです。と、私のお話は必要ありませんでしたね。お住まいは何区でしょうか。林区でしたら山川というスーパーを使われる方が多いと思います。ここからですと信号を3つ過ぎたあたりに郵便局がありますので、そこを曲がってまっすぐ進めば左手に。よろしければお連れしますか。わかります、こんな格好ですと人目につきますからね。場所がわからなければもう一度ここにいらしてください。ではもう一度説明しますね。いえいえ、デバイスが不調を起こしてしまうのはよくあることらしいので、神父様にお伺いしましたが、ここ数年地方からの移住者の方が増えているそうです。国による居住区画整備がありましたでしょう。
人口増加の原因かは分かりませんが、時たま携帯デバイスが不具合を起こすことがあるらしいのです。私どもにとっては当たり前のことですから。こんな時代だからこそ神のご加護がありますように。またお会いしましょう。